だけの願いがこの空に生まれ落ちて消えていったのだろう。彗星が過ぎた夜の帳、見えなくなった星を探してる。悲しみや苦しみを忘れられたら幸せだったとしてのこと。宇宙世紀00791月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。え、今のは何？緊急回線を。分かったわ。ハロー、回線つないで。了解了解。りょ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 、ハロー小隊長、ハロー。そうだ、俺だ、ハロだ。起きろ。先に聞いておきたい。認証、名前を登録しろ。ここ
特務小隊独立混成機械会議。なるほど、バイバイ小隊。バイタル回復。オデッサ作戦は始まって。しっかりしてください小隊長。すぐに機体を再起動して小隊長。調子に乗らオデッサ、オデッサの激闘。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇。戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を、今歴史を変える何かが起きたことを、ギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。モニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけて。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。この線が敵の狙い。今はあなたよ小隊長。ロックオン、敵をロック。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ小隊長。ビーム特殊格闘やってみろ。ほらよ、ザック撃破。すごい小隊長。まだ来る小隊長、打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。うわっ、しまった、やっちまった。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長チャンスよ。敵モビルスーツの全滅を確認。さあどんどん進んで。一
人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加えないからね。情報の崖に敵。ロックオン対象は切り替えられるわ。やってみて。ついてあ。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。増援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長援護を。ヘイト集中。ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。直撃サブ。発射。行け。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿がまるで私たちしかいないみたいな。前方ジオンの陸上戦艦ダブだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って援軍が来るまで持たせないと。あれ友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長撤退を。囲まれてる。無理。撤退無理。こりゃ覚悟を決めるしかねえか。みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだやれるぞ。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン狙撃しろ。ロックオン打ち上げ攻撃回転攻撃サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部応答してください。こちら独立構成機械化技術支援小隊ギャザーロード隊。おかしい。このオデッサには連邦軍は私たちしか存在していない。直撃させる。なんだ冗談だろ。大量大量。どこにこんな戦力が。戦機撤退を。小隊長危ない。緊急ブレイクアウト処理実行。宇宙世紀0079オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰一体何が。それは後でブレイクアウト。発見イレギュラーで